ソフィア・バドリーはイングランドの女優、歌手でありクルチ・ザンヌ。ソフィアはロンドンに生まれた。父のバレンタイン・スノーは軍曹だったが、トランペット吹きもしていた男で、娘が若い頃から将来は演奏家としての道を歩めるよう手図から鍛えていた。しかし18歳の時に、ソフィアは俳優のロバート・バドリーと駆け落ちし、ドゥルーリー通りで舞台に立つようになった。 女優としてデビューしたのは1765年4月のことで当時27歳だったソフィアはハムレットのオフィーリアを演じた。それ以外にもリア王のコーデリアやシンベリンのイモージェン、あとにはジューニアのオリビア役などに挑戦している。1769年の時にデビッド・ギャリックがスート・ラットフォード・ジュビリーを上演したがソフィアもこの舞台に参加した。またソフィアは 女優というよりも、ラネラやボックスホールと契約し、人々から喝采を浴びた才能ある歌手だった。役者や歌手として、成功を収め、しかし夫と1770年に別れたソフィアは、裕福なパトロンを探せば、経済的な苦労をすることはないことを悟る。つまり、講演者のクルチザンヌとして生きることを決めたのである。美貌で知られたソフィアは、同時に、その贅沢な、 暮らしぶりでも評判だった。浪費が過ぎてついにやりくりができなくなったため、再建者を逃れて、アイルランドのダブリンに身を隠さねばならず、後にはさらに、スコットランドのエディンバラに居所を移している。パトロンが去った頃には、ソフィアの健康も衰え始め、1785年にエディンバラでもらった役を最後に、表舞台から姿を消した。ありがとうございます。